ないと。そうそうそう。で、今下回り洗ったんで。で、書いてありますよね。ゆっくりゆっくり、ほ。前進って書いてありますよね。うん。あ、止まれってなるんで。これゆっくり言ってんだな。ゆっくり。ハンドルをまっすぐにしないと。まっすぐなってる。曲がってますよ、ほ。ゆっくりゆっくり、ゆっくりゆっくり。そっち幅ある？ありますよ。ゆっくり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 。はい、止めて。はい、それこれをパーキングに入れて。で、窓閉まってんね。これで OK。あ、こっからは洗車機の方が動いてくれるんだ。そう。これなんか自分の車動いてるような錯覚を置くんだ、うん。前で行ってるみたいな。そうですね。ブレーキ踏んでんだよ、俺。別に踏んでねって言うんだよな、パーキング入ってるよ。パーキング入ってるから大丈夫。入ってる入ってる。でもこれでも待ってりゃいいんだ。そう、それで待ってりゃいいです。あ、これは楽だ。動いてるみたいですね、車。綺麗になるかもな。なりますかね。高圧でこうやって斜めから入れるより、真下から出てるから。もうこれで終わりだろ。いや、確かもう一回やったよ。あ、これで終わり。ワックスもかかった。これ。これかかってると思う。あとなんか水吹き飛ばすだけですよ。じゃあもう一回戻ってくるんだ。戻ってきますね。あ、これは楽だ。で、2往復っていうのもあるんですよ。そうするとさらに綺麗になる。もうとにかくここに止まってりゃいいんだろ俺は。そう。あ、終わり。あ、終わりだ。終わり。乾燥しないねこれ。終わり。もう終わり。全身でなってるから。はい、終了。もうワックスかかってんだ。かかってますね。いや、これまっすぐ行っちゃうよ。うん、そっち側止めれば、その拭き取る。あ、こっちより向こうの方がいいな、洗車。これでどこまで綺麗になってるか。そこで止めれば裏にチェック。人生初自動洗車。自分の車でやんないで人の車でやっちゃうっていう。ミラーを出して、はい、チェックしてみます。タイヤハウスの中泥だらけだったのも、いや、綺麗になりますね。あ、これはいいね。ボディに傷はついてないか。ついてないですね。この困っすごい細かい傷っていうのはさ、新車の時からあったんだよ、うん、でもこれが結構ひどくなってくかもしれないな、自動洗車やってると。何回もやってるとね、うん、まあ特にあれだな、問題なくできたって感じ。具合悪いとか疲れてるときはいいかもしれないですね。一箇所ここ発見、ここが煽ってません。
まあ出た後にこういうところを見つけて自分で拭くって感じですね。でも自分でやるよりは全然楽かな。で真下から水が出てたんで、下回りはこっちの方が綺麗になると思いますね。